あらすじ、あらすじ、ピケラパパ、あらすじ。最後までふざけたあらすじだったら、これを見せられている人たちは何を思っているのだろうか。とりあえず会場をちょっと偵察してやな。ああ、お前ちょっとカメラマンに。やめて、パルチザンがすごい。パルチザンどこで湧いてんの？ナチ党っていうパルチザンがいる。部屋！ナチ党っていうパルチザンって。残党ナチ党がいる。人は捨てる。まずいですよ。まずいか。まずいですよ。あ、まずいか。フランスの命が、風船が欲しい。諦めんだフランス。まだだ。先生諦めちゃいけないよ。あの最後に花一発残ってるだろ。まだだ。わーい、上陸成功したぞ。まあ、何やの汚い。何しとんじゃ俺。行ったれ行ったれシンマ。わーいわーい。フランスが、あ、あかんわ。こらあかんわ。こらあげまへんわ。あげまへんか。こらあげまへんわ。ダメでっか。あ、ミンペ、ミッケ！どこる？あの、バレンシエンとかいうところにミンペいたで今。お前、この5師団だけやね、ミンペ。ミンペ、ここにいっぱいいるぞ。前の戦車乗ってんねんけど、ミンペ。お前とこの戦車、じゃあミンペ、戦車乗ってんすけど。どういうこと？あ、そうや、首都方位ダメだったな。あ、めっちゃおる！さーて、シンマ、首都方位を勘弁してよ。いや、人ほうい、あばよてか、ワロス強ブルージュのがすんげえ食い荒らし方してる、こいつちょっとてか、あれやな、俺が人攻撃避けようとするけど、イタリアと全く連携できてないから。何？いや、ちょっと待って、欲しかっただけ。びっくりした。あー、なんか落とすんやろ。うん。じゃあちょっとゆっくり見たいから俺速度遅くしよう。オッケー、じゃあ進めるよ。はい。あ、おセール。あ、ここか。あ、ここか。よくも、よいしょ、よくも。かわいそうに。島帝国。あ、なんかイラクになってんねんけど大国家イラクになってんねんけど。くそ、お前イタリアとの。ああ、パリンゴ、パリンゴがなくなったんご。パリンゴなくなったんご。パリンゴがなくなってんご。おら、ぶち破れ。神の軍隊めっちゃ頑張ってんねんけどな。貴様ら見ろ、俺はベルリンを奪還した。はあ、はっ、お前めっ、そうさ、俺はおとり。あっは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 っ。大先生、一体大先生の、あれあれ、フランスのプロビンスが、あれ、あフランスなくなりました、ご主人。フランスマジで、え、大丈夫大丈夫、まだお前にはマジョルカがある。マジョルカ、マジョルカ。フランスって島国だったんだけど、お前ら知ってた？お前はマジョルカあるやん。あ、知ってる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 。お前潰さなあかんな。これが世界の選択か。お前何、お前ええ感じにまとめようとしてんの？何が世界の選択や。何お前ちょっと某アニメをちょっと意識して喋っとんね。ラ、ヨダソスティアン。めっちゃおるやん。オペレーション何や、言うてみろ。オペレーション。オペレーション。お、喋れてない。お前マジョルカまで来たか。置いといて、置いといて、置いてあげろよ。性格悪いわ。さあ、最後は特攻だな。せやんな。ミンペ、ミンペ。シネスカンジナビア。ああ、おお。
おお、まあ、ベルリンを置いといたりよ、せめて。あ、ごめん、もう作戦行動してしまった。マジョルカも置いといたりよ、せめて。あ、作戦行動してみた。中止するか、じゃあ。フランスは今後、漁業国として。じゃあ、進めてもらって。あ、今なら作戦中止できるよ。置いといたりよ、ベルリンくらい。なかったぞ、置いといたり。はい。おう。孫子の恩情です。でも、マジョルカ、ガンを、なんでイギリスに連絡してんだ、こいつ。AI ないけど、何してんだ。そうだよ、世界は俺たちの敵なんだよ。なるほど。はぁ、そういうことね。お前もさ、好きに行くよ。ご主人まあこんな風になりましたと。すげえな。47年だよまだ。そうやな。いや逆に47年でもやったな実際問題として、まあ、俺45年以内で終わると思ったもん。どうあでもあでもフランス返してもらってるやん。返してもらった最後に新しいご主人に。ご主人ではないけど別に。ご主人なるほどな。最終的にあでもイタリアでかいな。アフリカとかも入れたら。ただでも最後ソ連が本気でフランス攻めんかってくれたんはちょっと助かったな。でもいい感じやったしな。そういうことか。おおまけ最後にあのおまけだけよいしょっとチュドーンそのお前そのためにシュートに集めろっつったんか。最悪やな。あ、ちょっと待って、逃がそう、速攻逃がそう。いや、スカイディナビア先生、そんなことしてるわけで、ドーンお前のためにやめてくれ。何発ローマに落とすねん。あ、原子炉がまた2機できた。もうローマ後方がないです。まあ、というわけで、まあ、これがやりたかっただけなんやけど。作ったしな。作って使いどころがなかったから、どうしようと思いながら。すごいな、全然数減ってへんじゃん。いや、100ぐらい減ったよ。マジっすか先輩。マジっすか先輩、100も減ったんすか。あの、ごめんなさい、俺どこでこれ締めればいいんや。マジで、またあもう後からもないよ。運命が。これ地図から消えてもおかしくないレベル。ちょ待って、スカンディナビアの戦車262ってなんだもん。え、それ全部合わせてるやろ。バグってるやん。いやでも俺戦車一択やぞ、戦車の生産マジで。でもイタリアもなんだかんだで結構おったな。歩兵180ぐらいの戦車120ぐらいだったっけ。うん、そうやね。バランス。あ、イタリアもいなくなってるやん。イタリアいなくなってるのは誰かのせいやねんけど。お前のせいだよ。やねんけど、うちどれぐらいおった？お前民兵169。あと歩兵、あと歩兵どこ？今やろ。ごめんな、あの民兵169って今さっきできたからポン置いてんよ。だから民兵5やで、終戦時。もう一回。民兵5か。うん。が最後あの何だっけ、マジョルカかなんかでガン防衛しとったけど最終的にボコられて死んだ。イタリア軍の遊覧船が。そう、神の兵士。あ、そうか、イタリア軍はソ連のせいでいなくなったのか。そう、ん、え、実際そのやられる前までいくついた？200ちょいおったけど全部隠れとけていった。ああ、結局あれの軍隊の多さ的に言うと俺とイタリアのあれやったか。なお、フランス。フランスはお前もなんか、心配ばっかり。もう、中盤の最初だけでなんか、うん、死んでたやん。そう。なんか、よくわからん喧嘩吹っかけてボコられまくって。てか、あれやろ、あの、イタリアの場合あれやろ、あの戦力が増強されるにあたって、その、パワーの出しどころに全部フランスにぶつけてたやろ。衝動を全部フランスにぶつけたよ。せやな。フランスなんてなくなればいい。いや、ほんまに。
というわけでね、知り合いたちと本気で戦略やってみたシリーズ無事完結しました。あれ、俺何をとしたっけ。まあいいか。いや、ここまで付き合ってくれた方々、見てくださった方々、ありがとうございました。またね、どっかのシリーズでお会いできると思います。それでは、バイ。